堀田昭三は、日本の銀行家。住友銀行頭取を19年務め、住銀の法央と称された。住友屋表現会委,員会委員長、住友労僧会会長、日本航空元会長。君一等局実大受賞受賞。元モルガンスタンデー、証券代表取締役会長の堀田健介は、長男。大正製薬社長の上原明は次男。 西園寺記念館低祖席の大事愛知県名古屋市に、牛田翔太の次男として生まれ、ほったけに養子入りする。愛知市中、松本高校文化校類を経て、1926年、京都帝国大学経済学部を卒業し、住友銀行に入校。名古屋支店勤務を経て、1928年東京、人形町支店に移動。 ここで経営コンサルティングを行いながら新規顧客、開拓に成果を上げ、校内で頭角を表す。1940年には新設の東京事務所に移動。1942年には所長となり、国の統制経済政策に機敏に対応するため、足しげく大倉省、日本銀行などに通い詰めた。後の MOF 担の先駆的存在であった。終戦後、 公職追放により上層部が退陣すると、1947年2月に、取締役に選ばれると同時に、常務取締役に就任。同年8月には副社長に就任した。また、経済同友会の代表幹事にもなり、政治家、経済人との親交を結び、吉田茂、池田隼人、佐藤栄作と続く、保守本流との関係や、財界四天皇である小林中、 桜田武氏、長野茂雄、水野茂雄、東大教授の東端誠一などとの関係を深めた。また、官僚主導の金融政策に対抗して、大倉省、日銀、市中銀行、学識経験者からなる金融委員会の創設を提言したりした。やがて財界活動からは徐々に距離を置くことになる。1五十二年、東取に就任すると、堅実経営による、 経営の健全化、常実になじまず、因縁にとらわれず、合理性に立脚する、凡百の議論より実践の3点を掲げ、世上ホッタイズムと称された合理主義的経営を行った。ホッタが頭取に就任以来取った政策は、1882年に初代総理時、広瀬斎平が策定した家権に則った合理主義経営の実践であった。 そのため取引先企業の経営が傾き始めると、融資を引き上げ、がめつい、逃げ足が早いと批判された。後に、糸満事件等の不祥事が続発するような利益第一主義の原因となったという指摘もある。しかし、入行直後に昭和金融強行を体験し、相続く銀行の破綻をつぶさに見てきたホッタは、預金者のお金を厳格に運用するのは、 銀行の責務とたじろがなかった。1965年、河内銀行を九州合併し、それまで資金量で4位に甘んじていた、住友銀行は、三菱銀行、三和銀行両校を抜き、富士銀行に次いで2位に躍り出た。資金量の増加とともに、外縁企業拡大戦略が大々的に展開され、事業の将来性と経営者の能力を厳密に評価した上で、 松下電気産業、山陽電機、武田薬品工業、ブリジストン、松田、小松、アサヒ、火星、伊藤忠商事、大英といった日本を代表する企業を育てていった。1971年に会長、1977年に取締役相談役、名誉会長となる。その他、アサヒ放送取締役なども務めた。 1990年12月18日、肺炎のため死去、去年91、堀田昭三の長男健介が安西正雄の三重講師をめとっている。安西家は、正田秀三郎家から皇室、そして岸信介、佐藤栄作、三木武雄の元内閣総理大臣などに連なる隕石関係を持つ一族である。長女育子は、元日本優先会長の、 浅尾信保の次男浩二に嫁いでいる。浅尾家は山梨県中郡筋市も小川村の旧家で、甲州十五人衆の一家として、名門一族である。浅尾信保の父、浅尾長兄は、元衆議院議員で、東京電力の前身である、東京電灯の創設者の一人。浅尾浩二の兄、晋一郎の妻道子は、元自重長の三谷隆信の次女。隆信は、 外務省の条約局長、中水講師、中フランス大使を歴任し、戦後退官した外交官。三谷隆信の長男心の妻良子は、元号銀装裁判記事を。また、隆信の長女国子は、元中ドイツ大使、長井松蔵の長男国尾に嫁ぎ、三女正子は、相川義介の長男八一郎に嫁いでいる。堀田昭蔵の次男名は、 1978年に、大正製薬社長、上原昌司の長女雅子をめとり、妻雅子と養子縁組して、上原生を名乗り、それまで勤めていた日本電機を辞めて、養父の会社大正製薬の取締役に就任した。大正製薬のオーナーであった、上原昌吉は、実施がなく、上原昌司は養子であり、その昌司も二人の娘はいるが息子がいない。また、 政子の妹のヨ子が、元首相の大平正義の三男名に嫁いでいる。ありがとうございます。